元徳寺は、大阪深戸間市、御堂町にある新州大谷派の仏教寺院。三号は、光明山。本尊は、阿弥陀如来。蓮如像、山ともともとこの地には、本願寺、第八世保守蓮如が、文明十年新州念仏不教の道場として、古橋五坊が建てられたのが、始まりと言われている。明王元年に再建、護辞された。栄昇五年に、 加賀国の石川軍県村、清沢の坊に、実語十数、実語十字、清沢願い徳寺と合すとある。この実語とは、連如の第二十三次、第十男で、清沢願い徳寺とは、現在の石川県白山市鶴町にあった、連如の七男、連悟が創建した寺である。その後、協力の桜乱で清沢願い徳寺も消失し、 永六年間に、実後はこの地にあった、古橋御坊を、第十世保守少女より譲られ、次後を、元徳寺都市回帰となった。天正五年、大木町天皇より、直居院下となり、それ以来願い徳寺は、一家衆として、安土桃山時代、江戸時代、明治時代初期までは中本山閣、その後は五家寺として、この地域の東本願寺の中心的な位置づけであった。 ようである。なお、御家事とは、新州の伝承すべく家に定められた名目で、場合によっては御門主の代わりに、式同士を務める役割だったが、旧兵除去を目指す、教団改革で、特権制度の名残であるとして廃止された。元徳寺の石評この寺の会期日後は、明王元元生,生まれで、父は蓮女母は、畑山正江の娘蓮乳にで、幼少の時に、 加賀本戦寺十字連悟るの養子となったようで、22歳の時に清沢願徳寺に移り住むことになる。その後、協力の桜乱で清沢願徳寺も消失すると、しばらくの間は放浪していたようであるが、古橋の地に願徳寺を復興させた。かなりの知識人だったようで、文才があり主な代表作としてとこれ以外にも、数多くの著書があった。 天正十一年九十二歳の時に、元徳寺で母子した。連女商人の二十七人の子供の中でも最も、長寿であった。国の登録有形文化財大阪府、指定有形文化財境内にそびえる、くすのきのき、かどうまし保存樹林。ありがとうございます。